かぐや姫座テイルオブプリンセスかぐやパート 1A ゴールデンバンブー1昔、都の近くの村に竹取りの沖縄と呼ばれているおじいさんがいました2おじいさんは毎日山へ行って竹を取り、それで籠を編み、 ザルを作って暮らしていました。三。ある日、おじいさんが竹を切ろうとしたら根元のピカピカ光る竹がありました。不思議な竹だ。四。おじいさんはびっくりしてその竹をそっと切ってみました。するとどうでしょう。竹の中に小さな女の子がいました。 5なんて可愛い子だおじいさんは大喜びで女の子を抱き上げ、家に連れて帰りました。6。これは神様が授けてくださったに違いない。7。おばあさんも喜んで女の子を抱きしめました。二人は女の子を宝物のようにして大事に育てました。 パート2。ボーントゥビ be a p r i n c 8不思議なことに次の日からおじいさんが竹を切るたびに小金がザクザクと出てきました。9。おじいさんはたちまち村一番のお金持ちになりました。10。女の子はすくすく育って、 やがて娘さんになりました。11まるで輝くように美しく、かぐわしいほどに綺麗なところからかぐや姫と呼ばれるようになりました。パート3ザ・ファイブ・パーシステントメン12かぐや姫の美しさは都にも知れ渡り、 一目見たいという人が次々とおじいさんの屋敷にやってきました。13。かぐや姫をぜひとも私の嫁にください男の人たちはみんな手を合わせて頼みました。14。その中に雨の日も風の日もおじいさんの屋敷へ来て、かぐや姫をぜひ嫁に欲しいという5人の人がいました。 15。どの人も身分が高く大変なお金持ちでした。16。かぐや姫は神様から授かった娘です。誰にも差し上げることはできません。17。おじいさんがいくら断っても五人は諦めようとしません。18。 おじいさんは困ってしまい、かぐやひめに言いました。